異世界転生騒動機は、高見良船による日本のライトノベル、及びオンライン小説、イラストハリリンらが担当している。インターネット上の小説投稿サイト、小説家になろうで2013年より連載を開始し、同年アルファポリス第6回ファンタジー小説大賞で大賞を受賞。2014年に同社から出版された。2015年から、この字による、 ウェブコミックの連載も行われている。2021年4月時点で電子版を含めたシリーズ累計発行部数は71万部を記録している。貴族の着難としてファンタジー世界アウレリア大陸に生まれ落ちた少年バルド。なんとその体にはバルドとしての自我に加え転生した戦国武将オカサナイとオタク高校生。 岡正春の魂が入り込んでいた。三人の魂は力を合わせ、バトルに、領地経営に、類いまれな能力を発揮していく。マウリシア王国の辺境貴族の着手から、英雄へとなり上がる少年を中心に描かれる、異世界ファンタジー戦記。コルネリアス伯爵家、マウリシア王国の住民マウリシア王家、マウリシア王国の貴族ハウレリア王家三ファン王家。 マジョルカ王家、トリストビー対抗家、ノルトランドオーケアンサラー王家、高見良線、リリンラ、異世界転生騒動機アルファポリス、期間14巻、高見良線、ホノジ、異世界転生騒動機アルファポリス、アルファポリスコミックス、期間8巻。ありがとうございます。